ちゃんは子供たちがねそろばんに来るからちょっと楽しくお部屋をしようと思ってジェリーみたいなこういうのね貼ってるんですけど、みんな取っちゃうんだよ。そしてフェニックスは外に出ようと狙っています。開かないようになっています。ちょっと隙間空いてるけど、ミヤちゃんはいたずらっ子です。荷物が届きました。実はマルメロさんからいただきましたが、きちんと動画を撮ろうと思ってね、紹介動画を撮ろうと思って、急にデンちゃんがね亡くなったので、デンちゃんが元気な頃にくださったんですよね。ね、デンちゃんにっていうね、これはリンちゃん。まあデンちゃんにこうすごい、デンにすごいいっぱいね、マルメロさんくださったの。ほんと一番大きいデンちゃんの、これフェニミアちゃんね、リンちゃん、デンちゃんがこんなにたくさん入れてくださってね。これはラルフ、ブリちゃん、ほんとお気遣いをね、ありがとうございます。確認せずに急いでちょっと行ったり来たり行ったり来たり、あとテレビのね出演とかいろいろあったので、とりあえずこれだけ、あ、これ3つあったんですけど、タイピーに1つ渡してあります。マルメロさんありがとうございます。ちょっと開けてみますね。今回はね、マルメロさんタイピーの動画を見て、カルカンをこう上げてるのを見てくださって、カルカンをねいっぱいね入れてくださって本当にありがとうございます。これがリンちゃんに、でこっちがうわーデンちゃんにいっぱい、デンちゃんすごいねいっぱい。フェニミアちゃんにもいっぱいね、ほんといろんな味の入れてくださって、リンちゃんにもこのカルカンとカリカリをちゃんとね分け隔てなく入れてくださって、そしてこっちはねラルフに柔らかめのものを入れてくださって、ブリちゃんにはがっつり系の、まあ、これボリュームあるやつね入れてくださってありがとうございます。このねピンクね、ケロリンちゃんと一緒のペアでね、ピンクの ケロコちゃんだな、ケロコちゃん入れてくださってありがとうございます。指写真もまたこれ変わってていいじゃないですか。お勉強に使える、これお勉強そろばんの時とか、ありがとうございます。たくさん本当ちゃんとね撮ろうと思って、ちょっと時間が欲しいなと思ってね、悪くならないものだから置いておいて、そしてねいたずらしてる、ここに置いといたの入れて、そしたらもう急にねデンちゃんがねこういうことになってしまったので残念ですけど活用させていただきたいと思います。本当にね寛大に皆さんね、本当たくさんスパチャくださったり荷物送ってくださったり本当にありがたいです。そして見てくださるだけで本当に十分なので、お気を使わなくて大丈夫ですよ。本当にありがとうございます。もう一人ねくださった方がいてね、これよ、私がねスイカ好きなのご存知で、なんかスイカのねほら道の駅の熊本だって、直販サイト11月まで販売してるの、すごい、食べたい、秋スイカってあるんだ、こういうのも入れてくださって、ちょっと出しちゃおうかな、これスイカのサイダーだって、珍しいね、なんか乗ってるよ、みやちゃん乗ってるね、
塩スイカのミルキーミルキー、どんな味なんだろう。すごい、熊本のデコポンだって。すごいじゃない、私の名前じゃない、デコポン。デコポン美味しいよね。デコポンの缶詰ってすごくない？初めて見た。これなんだろう、食べ物かなと思ったんだ。スイカのスキンジェルだって。面白い、すごいね、びっくり。これは甘夏だ、甘夏の缶詰。わあ、なんかすごい高級そう。熊本の和栗、美味しそう。全国第一グランプリ受賞だって。何焼き菓子だ、焼き菓子。なあ、美味しそう、今の季節にぴったり。これ好きかも、好きかも。わあ、デコポンゼリーだって。美味しそうだな。今度ね、私ほらスイカもう大好きって言ってますけど、デコポンも大好きですから、多分ね、タイピンもね、好きだと思うから、今度行った時ね、持ってって一緒に食べようかな。あ、くまモンもついてるし。ありがとうございます。お名前ね、言っていいかね、わからないけど、電話番号も書いてないんだよ。だからね、静香さん、ありがとうございました。私がスイカ大好きなの知って、送ってくださったんだよね。本当に感謝いたします、ありがとうございます。嬉しい、デコポンとかね、甘夏とか大好き、栗も大好きです。ありがとうございます。マルメロさんもいつも本当にありがとうございます。優しい言葉もかけてくださって、本当皆さん本当にありがとうございました。でんちゃんをね、可愛がってくださって本当に嬉しいです。でんちゃんのある写真をね、こう出したりもする機会もあると思いますが、またね、そんな時にでんちゃんの顔を見てください。ライブでも言いましたけど、ずっと悲しみに打ちひしがれてないように。悲しみって敵ですから、敵に負けないようにしましょう。それでは皆さん、ありがとうございました。元気でね、じゃあね、バイバイ。